どうも、なつめくです。どうも、なるみです。明けました。梅雨がついに明けちゃいましたね。いやー、もう明けた瞬間から何このピーカン、すごいですね。僕ね、やっぱ梅雨の方がいいんじゃないかと思ってんすよ。ほう、暑すぎるよ。暑すぎる。そんなに外出てる時間ってなくないですか。雨止んだからさ、うん、もう8月からは前みたいにジョギングしようかなと思って出たら死ぬかと思ったわ。死ぬわ。うん、死にそうなった。僕はね、結構晴れてるのはいいですけどね、ちょっと今年梅雨が長すぎたので、コロナがあって寒くて梅雨で外出れずにジメジメうつうつとしてた時にピッカーって晴れてくれると、ああ夏はちゃんと来るんだなっていう安心感もあってね、ちょっと嬉しいですね。まあそうだね、朝起きて外がめっちゃ晴れてるってのは気持ちいいよね。まあ気持ちいいです、気持ちいいです。うん、それだけはだいぶ違うのあるね。うん、うん、外出たくはないんだけどね、もう全然暑すぎて。うん、僕ももうエアコンは365日ついているので全然暑さは感じずに。うん、なるみさんにはお送りしたんですが、ブログ記事のノート、はいはい、育休中にコロナ禍がやってきたけど何とか転職できた話ってやつですね。読みましたよ。お、どんぐり FM リスナーの方が書かれた、そうです、ノートなんですね。ほい、そうそう、これはいい記事でしたね。うん、タイトルの通りですけど、育休中に転職活動したと。そしたらうまく、なんだかんだうまくできたっていうふうに書いてありますね。うんうん、なんだかんだうまくできたって、ね。うん、しかもなんかその育休中の転職活動すごい大変だと思うんですけど、うん、そこに結構ドングリエヘムが貢献できたみたいなこと書いてありましたね。うんうん、嬉しい嬉しい、これは嬉しいですね、ほんとね。嬉しい。これはノブーさんという方が、あるケンスさんがやってる会社ですね、漫画のサービスの、あるに転職した話ですね。で、これをまあまあ詳細はノート見ていただくとして、なんだっけな、まだコロナになってない時にオフライン外でみんなで集まった、どんぐり FM 好きな人たちで集まろうの時に、裏どんぐりの会ですよね。そうそう、で僕のところにね、なんか小さい方がひょこひょこ来てくださって、私、はいはい、そうで、私転職したいんですって言ってて、うん、なるほどなるほどっつって、でお話聞いてたら、ちょっとちっちゃめのベンチャー行きたいんですって言ってて、そうかそうか、じゃあ分かった、じゃあ串井さんの LINE へどうぞって言って。そんなちっちゃくないな。全然ね、要望を無視して。はいはいはい。いや、なんかね、まあ個人情報の話もあるので、ここで書いてる以上のことはあんまり、うん、と思ったんですけど、まあがっつり書いてるので多分大丈夫なんですが、お子さんがいて、結構生まれたばっかりとか、もう0歳とかなんですよね。そうですね。うん、そうなので、僕がお勧めしたのは、育休とか補助金みたいな制度がっつり整ってる方がいいんじゃねって言って、うーん、で LINE をお勧めしたんですよね。そうそう、けどなんやかんやあってあれに行きましたって話なんですけど、いやー、よかった、僕はすごく嬉しい。大変ですよね、その育休明けっていうのも大変だし、しかもコロナですからね。そう、二重にやりづらいというかね、うん、すんなりいかないわけですからね。そう、なんかね、これは僕今回結構ちょっと頑張ったんですよ。うん、うん、書いてありますね、夏目さんがいろいろケアしてくれたってね。そうそう、結構頑張ったんですけど、いや、なんかお話伺ってたらめちゃくちゃ優秀で、で、すごい本当にもうちゃんとできる人なのに、ちょうど時代とタイミングというかね、ちょっとタイミングが悪く、いろいろ悪くて。いや、本当そうっすよね。多分そういう話したの2月末とか3月だったと思うんですよね。話すとすごい優秀な方なんて伝わってくるような人なんですよね。そうそう。そう。で、それで、タイミングが悪かったので、あ、この人には何か幸せになってほしいなと。うん、思い、結構いろいろと方々に、すいません、お客様の中で転職というか休職中の職業の方はお客様いらっしゃいませんでしょうか。はいはい。で、まあ最初就職活動しますっていうからお話聞いてたら、とても優秀で、で結構まあまあまあどこでも行けそうだなと思って最初はいはいって話を聞いて終わったんですけど、しばらくしたらコロナが来て、でノートにも書いてるようにちょっとなんかなんやかんやであんまりうまくいかなくなってたっぽいんですよね。いかがですかって聞いたら、はいはい、これでお話聞いてたら、これはちょっと、しかもね、僕よく分かってないんですけど、何、正社員じゃないと保育園から出てけっていうのあるんですか。そうそう、ああいうのってポイント制で、うん、
結構厳しいんですよね。ちゃんと共働きじゃないととか、逆、両親が遠くに住んでるとか、そういったポイントが積み重なっていかないと預けられないんですよね。え、逆じゃない？なんで働いてない人の方が、働いてない人だと家で面倒見れるんだろうってなっちゃうんですよ。ああ、そういうこと？そうそうそう。はあ。それがまたアルバイトとか非正規雇用だと時間あるだろうって思われちゃうから。ああ、そういうこと。きっちり働いてるっていうのを証明しなきゃいけないんだよね。時間ないでしょランキングが上の人の方が。そう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 。あ、そういう事情なんだよね。はいはい。そうで、それも大変って言って、で面談し、僕と一緒に面談つうか、まあ雑談をズームでしてる時も後ろで、うん、みゃーみゃーって泣いてて、あ、これはあ、ちょっと待ってくださいみたいな、動物みたいに泣かないだろそんなパオーンみたいな、あ、これはね大変だなと思って。いや、大変ですよ本当。いや、そうっすよね。でそれを見てた時に、いや、こういう方がちゃんとハッピーに暮らせる世の中でなければならぬと勝手に思いですね。うん、まあ多分僕の知り合いで誰がいるだろうと思って Facebook に投稿したら、すごいんですよ、30件ぐらい来て。あ、そんな来るんだ。すごくない？うん、そう。でこれを聞いてるか分かんないですけど、あの、いや、これでも面白いなと思ったのは、どこまで名前出していいか分かんないですけど、あの、僕が投稿したら日曜日の夜ですよ、面白いなと思うのが、社長たちが速攻で連絡くれて、じゃあ結構みんな人探してるんですね今ね。そうで、ちっちゃきも大きい会社も含めて、経営者取締役たちがもう速攻で連絡くれて、あ、こういう人たちはもう24時間もマジでそうやって会社のことにアンテナ張ってんだなと。でこれ本当に、これね、どこでも通用すると思うんですけど、あのね、あるに結局転職したって書いてあるじゃないですか。ケンスさんが一番早かったんですよ、レスが。あ、そうなんだ。僕が投稿したらすぐに一番最初に繋いでくださいって来たのがケンスさんだったんです実は。だからね、これあるよなと思って、一番最初の、すごいね、あらゆるところで僕は持論として持っていて、最初に動いた人は結構ね、とても良いんじゃないかなと思ってます。いや、さすがケンスさんだよね。日曜日の午後、自分もご家族あるだろうに、どんぐりにゲストに出ただけありますね、やっぱりね。さすが、さすがだわ。そうそう。で、あんまり今もうエージェントからの紹介もなくて、ちょっと困ってますっていうのを、このね、ノート書いてくださってるのぶさん言ってたので、じゃあちょっと僕が探してみますって言って、いろんな人にメッセ送ったり、あの、なんだろう、エージェントやったりとか、いろいろしてる人たちに声かけたりとか、やってみたら、結局自分の Facebook フィードが一番反応良かったんですけど。そうなんだ。うん、まあ多分それ僕がね、Facebook 内でのリスペクトを上げてるんですよ。あの、ちゃんとしたことしか投稿してないんで、Facebook に。そうなの？誕生日の日をずらしまくって、おめでとうを集めてるじゃん。そうそう。なので、そこで投稿したら結構一気に連絡くださって、で、本当に面白い会社の方々が。で、これ、ノブーさん大変だなと思ったんですけど、僕、Facebook メッセージ繋がってなかったんですけど、ノブーさんに Facebook メッセージ、僕と Facebook 繋がってくださいって言って、繋がった瞬間に、もう、20個ぐらいのメッセに入れて、あの、この方がこういう人です、あとはよろしくって言って僕外れるっていうのを丸投げしてんじゃねえか。丸投げもう一気にバババババって繋いで、はいはいはい。でそうしたらもう今週来週全部面談ですみたいな。まあでも今あれだよね、面談がズームでやりやすくなったのはちょっと良かったかもしれないね。そうそう、良かった良かった、本当に良かった。家から一応できるもんね。うん、そうそう。でそれで決まって本当良かったなと思って。うん、しかもね、あるってすごいいい会社だと思うしね。うん、うん、勢いがあるしすごい良かったんじゃないですかね。良いですよね。でこれ一個僕がね、この紹介いろいろつないだんですけど、つどつどずっと言ってた2点があって、うん、一個がタイミング、一個が気にするなって話なんですけど、一つはこういうのはね、タイミングと縁なんで、あなたが優秀とか優秀じゃないとかじゃないんで、バンバン受けてなんかいいなって思う、ピピッと来たらそこに行けば OK っつって。それは本当そうっすよね。でケンスーさんも同じことを言っていて、あの、こういうのは縁とタイミングなので、なんか話してみて馬が合えば行きましょうって言ってたんですよね。うん、なんかそういうのに近いかもしれないです。であともう一個が、あの、気にするなって話で、それは断るときに夏目に紹介されたからうーんとか断りづらいなってなるとダメなので、もう完全に気にせず断ってくださいと。あと8月から働き始めたんですけど、働き始める直前にも僕は伝えていて、なんか働いたら違うかもってあるじゃないですか。でこれ夏目の紹介でここまでブログ書いちゃったし、うーんってなるのもあれなので、気にするなと。まあまあそれはそうっすよね。そうそう、うん、自分の思った通りに働けばいいし、そうそう、そうじゃなかったら辞めればいいしね。そうで、多分のぶーさんが優秀な方だったので、オファー内定まで結構いくつか行ったんですよ。うん、うん、だからちょっと今の
例えばあるが違ったら他のとこにもどうとでも行けるので、だから気にするなとのを伝えましたね、その2点を。いやそれは本当そうっすね。なんか人とのつながり気にすぎちゃうとね、なんかそういうお便り前あったよ、なんかね、ね、おじさんに紹介されて入った会社を辞めづらいみたいなね。はいはい、そう、そんなのね気にしなくて OK。 うん、これ一つだけ注意していただきたいのがですね、これを聞いて僕に転職相談をしようとする方々、うん、そんなに無理これはね、これはこのノブーさんが優秀でめちゃくちゃ頑張ってて、はいはいはい、うん、っていうちょうどそういうね、いろんなタイミングがあったからいいけど、うん、私もってなっても無理、絶対無理、僕は多分そんなにできない。ノブーさんはあれですよね、裏どんぐり会員なんですよね。そう、なので転職したい方は裏どんぐりに登録するとそういうんじゃない、そういうんじゃない、まあまあ会員になるとそういったあのなんだろう、ナツメグ使い倒しサービスが使えるかもしれない、使えるかもしれないけど、裏どんぐりの人にも言いたい、無理っすよまあまあ人それぞれのねやり方があるからね。そうそう、ノブーさんには多分そういう方やり方があったんだろうね。そうそう、同じことをやってくれって期待されて裏どんぐりに入ってもごめんなさい、多分無理ですっていうのは伝えておこうかな、うん、とか言いながら夏目さんやってくれんじゃないですかね。いやいや無理無理、もうノブーさんがただ頑張ってて優秀だったっていうだけなんで、はいはい、無理、同じことを期待されても僕はできません。でもよかった、就職できて。なんかね、だっていやよかったっすね、うん、お話しするたびに後ろでうにゃーバオーンって泣いてるんですよいや大変だなと、ってちょっと僕そういうのよくわかんないですけど大変だなと。ねえ本当だよね、うん、いやこの人すごいなと思ったのが、スタートアップの人っぽいプロフィール写真を撮りに行くとかさラブグラフでね、細かいところにすごいこだわってるし、そういうの大事だよねと思うよね。いや僕にね、僕と話すときにまずレジュメができてますっつってパッて送られてきて、綺麗なレジュメ見たときに、あこの人はもうね、もうどこでも大丈夫だと、うんうん、で写真も綺麗だし、こういうのちゃんとできる人はね、うん、ノブーさんね結構カレーが好きなんですよ。ほう、カレーライス、ここだけの話、うん、で行ったことあるお店とか好きなカレー屋が僕とすごい合っててそうなんだ、これは優秀な人だなっていうの思いましたねやかましいわでもねここで、あでノブーさんがすごいありがとうございますって僕に言ってたんで、まあ、そんなのはまああなたが頑張ったんで別に大丈夫ですけど、一個お願いしますって言って、うん、ノート書いてくださいっつっていやで何かというと、うん、ググってあんま出てこなかったっつってたんですよね、情報が。でこれってこうネットっぽい話ですけど、このネットの世界にちゃんと、ネットの世界を経てノブーさんを転職できたんだったら、そこに貢献して、そうですね、還元するってのは大事ですよね。そうそう、で次の人が検索した時によりちゃんと情報が出てきて、ああなんかそういう出会い方もあるんだみたいな、うんうん、じゃあ裏どんぐり入ろうはちょっと違うかもしれないですけど、なんかそういう、なんだろう、ただエージェントに登録するだけじゃない、リクナビネクストやるだけじゃない、そういう転職方法今時あるんだな、じゃあ私はなんかできるかなって考えてくれたらいいかなと思って。じゃあこの夏目ぐさんにお世話になったみたいなところは夏目さんが書いた、まあそうっすね、うん、これでお願いしますみたいな感じでね。なんならこれ全部僕が書いてるかもしれないですそういう目で見てみるとまたちょっと違った味わいがあるノートになってるっていういやーでもなんかこういうタイミングで、だってね、見ました、私は Uber Eats のチャリ乗るのかなみたいなの、ちょっとあ書いてありましたね。で別に Uber Eats のチャリの人全然ね、上も下もないと思うんで否定するわけじゃないですけど、0歳のねえお子さんがいる、いやそれ抱えて Uber Eats はちょっと大変ですからねえ、しかも夏暑かったりするとね、うん、そうそう、いやよかったなと思って、本当に僕はなんか勝手になんか大丈夫かな、なんとかせねばって勝手に思ってたんで、いや嬉しいですね、このリスナーさんが幸せになっていただくっていうのはね。うん、アルさんからはぜひ紹介料をいただければと、あとで振込先の方をね検査さんに送りようと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。